皆さんこんばんは、 MK です。ヨッシーウールワールドパート13やっていきましょう。今回も前回に引き続きワールド3の方を進めていければと思います。まずはこちら3-6クイだらけの地下迷路からですね。そう、前回最強のバッジゲットしてるのでそちらを使っていきましょうか。こちら隠れているものが見えるよということで、このゲームの最大の敵である隠しハテナグモ、これが勝手に出てきてくれるんですよね。と言ってもこれ慢心はできないんですよ。この場所に行かないと出てこないビーズがあるよとか、この敵を倒さないと出てこない通路があるよとか、そういうものには、対応しておりませんので、その辺はしっかりやっていければと思います。このゲームなんか簡単なバッジが手に入ったとしてもめちゃくちゃ難しいよねと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。なんか降りてきちゃってるけど大丈夫なんでしょうか。なんだ、あ、そういうことか。これをヒップドロップしてそっちまで行けと。で、ここに何かありますね。はてな、マジやば、さっきのコウモリだわ。もうだから難しいっつってんだよこのゲームは。なんだよいや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 、ちょっとやりすぎだって。このコウモリを毛糸玉にしないと手に入らないってそういうことを言いたいのか。あーあーあーあ、わかったわかった。もうバッチなんて何も信用できませんね。結局このゲームは難しいんだ。いやこれさ、隠れてるものが見えるようのバッチをゲットさせたさ、次のステージでやってくんのやばくない？本当にその性格が悪いのかなと思っちゃうんですけども、これ大丈夫でしょうか、ゲームの作り。今度は、あと、うわ、ほら、こういうことよ。これが、この隠れているものが見えるよバッジがないとダメなのね。そこなんて誰も行こうとしないから。やば、そこやばくないか。どうやって出てくるんだよ、そこは最初。ん？なんだ？ビーズが出てきた。必須ビーズはないのか。そう、ミーバースハンコのビーズは、あれなんですよ。白く光ってくれるんだよね。この下。この下？待って、上もあるよ。マジ？何が正解？何が正解か分からんけど、したいって。毛糸。待って待って。これさ、戻れる。これ戻れないのよ。もうこうやっちゃうと。大丈夫かな？こっちから戻れる？そういう仕様？うわ、不可逆。ちょっと待って。怖すぎ。うわ、待って。上だったんじゃない？先。なんだ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 。先上だったんじゃない？これ不可逆なんだよ。これ行くと戻れないんだよ。でももう行くしかないわな。待って、上大丈夫？マジでし、うわ、上だったのでは？これどっかからか上行けるんだろうな。行けなかったらやばいけど。不可逆。ちょっと待って、不可逆怖いわ。先下行こう。この戻れないっていう仕様が一番やばいんだから。え？待って、迷路が過ぎるし、戻れない迷路作るのは何事？え？行けないし。待って待って、何何何？何？しかも上にも戻れねえ。ここ入って、あ、さっき下にあったビーズが取れんのか。うん、待てよ、戻れるんだろうなこれ。戻れるんだろうな。マジで怖いけど。ここでヒップドロップ、これ何？なるほどね。ピョンとジャンプして、ちょっと待って、上行くわ、心配がすぎる。一応あれ以上先行くと戻れないって可能性がある。待って、そこも不可逆。ここ食べれるな。ここが繋がってんのか。待てよ。いや、ああ、どうせ行き止まりなんだ。そっちはどうやって行くんだ。どう考えても、さらに奥のとこから通路が伸びてると思うんだが、行くよ。もう行くしかないよね。あそこ不可逆なんだけど、行くしかないと思う。通ります。いいんだよな。戻ってこれないからね、ここ通ったら。いや、でももうやるし、上。どうやって行くの、そんなの。ちょっと待って。ジャンプで届くってこと？ヒップドロップからの、はい、ジャン、届かないね。なんだ？これは何？向こう、なんか出たよ。上なんか出たよ。はい。足場、だとしてもじゃね？黄色最大まで、これは隠れてるものじゃないって判断なんですね。そういうゲームなんだな。OK、わかったよ。で、これ、
これさ全部の、あー分かったわ、これ全部のキノコを最大までヒップドロップしないと出てこないものがあるって可能性がある。ほらね、分かったよ、これ全部のキノコをヒップドロップするのもやらないといけないんだ。すごいこと言うじゃん、マジか。あ、待って、上か先、え、どうすればいい。体力満タンだからこれ取らないとくね、これ取らないといて、あー鍵ね、待てよ、待ってね、まずこれ食べる、一個一個処理しよう、一個一個処理しよう。こっち側何、なんで、もうやだもうやだ、これ何入っていいの。いやでも鍵持たしたってことはさ、待って、一応これ取っ、いやこれ入っていいはずだ、これ入っていいはず、戻ってこれるはず、どういう、あーよかった戻ってこれるやつだ、あーそういうことね、あーやば、体力残しといてよかった、ほらそういうこと言うんだね、こう来てこう来て、はい、やばい、あー終わった、あーおしまいだ、これこれもう復活するんだろうな、敵、これ敵復活しなかったらやり直しだからね。待って復活するよね、大丈夫か、え怖い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 、あー復活した、よかったよかったよかった、これ復活しなかったらマジでやばかったぞ、で危ない、いや大丈夫まだ大丈夫、これダメージ受けるのが一番良くないわ、復活するとしたら。これで、はい、オッケー、ナイス、はい、花があった、危ないね、で中入って戻っていく、怖っ、今度は何、ここ下行くでしょ、なんだ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 、さっきの、待ってここ、とりあえず体力回復しよう、危ない、やっぱ残しといて正解なんだよこういうので、このピンクも一応下までやった方がいいと思うんだ、こ、うわー、あるわ、ちょっとやば、え、これってさ隠れてる場所に入るよね、え今のだ、あのね、なんかね通り抜け、待ってそこ押したよね、あれここ押した、うわーもう分かんなくなっちゃったじゃん、そこ押したよね MK さん、押してないんだっけ、え何今の、んなんか、え なんだ今のと、よく分かっ、え今何が起こった、今のミーバースハンコ何？何をゲットした MK さん？え、よく分かってないけど、ここ押した？押してないんだとしたら、やんないといけないんだけど。押してない？あー、ぶねー、押してなかった。ちなみに、うわー、ぶねー、もう、こういうのもあるからね。で、下入って、ここなんだ。これさ、戻ってこれるはずなんだよ。鍵持ってるから。MK さんが鍵持ってる以上、絶対鍵の手前の扉まで戻ってこない。モグラ？待て。B で土掘り、上にも下にも掘り掘り、はい分かっております、モグラはやったって前、この発泡し、あ B 押さないと掘り掘りしない、もう分かってるっつって話聞いてないんだから、でえないよ、ちょ待って待って、これさ正直白いビーズ以外やる必要ないんだわ、ちょっと白いビーズ以外無視する、体力っていうかそれは欲しい、えちょ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 危ね危ね、マジ危ね、これ白いやつ以外無視するわ、意味ない、こう来てこう来て、そこ無視でいいな、でここは壊す、こう待て待て、いやもう食らってでもいいから進ん、いやマジか、ちょ待て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 、ここ取って大丈夫か、時間かなり怪しいのでは、いやこれ逃してねえだろうな、うわあぶね、ケイト、ケイト取って下行って、ミーバー3個大丈夫か、ミーバー3個まだある、待て、時間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 、大丈夫だよな、もう行くからな、わからん、もうダメだ、なんだここは、ここ何、危ない危ない危ない、初めて見たけどここ何、ちょ待て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 、えケイトあるね、これ何、ここどこ、さっきんとこ、えこれさっきんとこか、ジャンプ、さっきんとこだね、これあーオッケーオッケーオッケー、一応やり直しもできると、待てよ、これ奥って言ったっけ、言ってない、待て待て、どの順番からやればいいもう全部わかんない、どの順番、えなんか出た今上、あーよかった、体力かな、体力っぽいけどな、こういうところはとだよね、こういうね絶対通るところはね基本体力なんだよ、言ってることわかる、あの今ジャンプしてあそこって絶対発見できるじゃん、ジャンプさえすれば、あーでここ繋がんのか、でああやって絶対通るところはね必須のもの置いてないんだよね、このゲーム意地悪だから、あの絶対通る場所は簡単だろってことでハートにしがちなのよ、ここで下だな、さっき言ってなかったのか、君をはい捨てて、待って、あぶね、これ捨てたらダメだ、そこジャンプだ、やらかしたかも、やらかしたかも、やらかしたかも、これでいけますか、よし、あぶねー、で、毛糸4つ、
待ってね、鍵今ちな、いやー微妙だろう、微妙だろう、もう行っていいかと聞かれたら微妙だろう。これ待って、もう通っていいのか。嘘だ嘘だ、絶対まだ何かある。戻ろう。待て、入ってからな。本当か、怪しいって、怪しい。ジャンプして、いやでもこれ以上は戻れないんだよ。入っていいのか、あそこ入っていいのか、入っていいのかわからないが、14の花、いやー微妙だろうな。これ一応全部ヒップドロップした方がいいだろうな。ここも一応全部ヒップドロップ出ない。いやもうやるしかないんだって。でもなんか出る可能性あるから。でここも全部ヒップ、もうマジで言ってんの。はーい、なんか出るかもしんないんだよ。出ないよ、分かってるよ、出ないことぐらい。でも全部の可能性を潰さないともう安心しできないんだって。本当か、いや分かる、あとそこ入ればいいだけなのかもしんないんだけど。で、あーマジか、もう分かった、入るよ。でもなんか取り逃してる気もするよ。でも入る、入ってみます。どうなる、何分かんない、何、あーそういうこと、待って、これ急いだ方がいいやつかも、急いだ方がいいやつかもしれないね。こうしてこうして、花、危ね、全部揃った、危ね、今花取り逃してたら終わったかんね、最初っからだったからね。オッケー、もういいんだよな、全部揃った、危ねえ、マジでやば、激ヤバステージじゃんこれ。激ヤバステージだったよ普通に。あの隠れてるものが見つかるよってやつ意味ないかもな。ヨッシーのそのなんか編み物の棒かわいいね。もうそれぐらいしか触れられません、 MK さんには余裕がなくて。マジで言ってんのか、ふう、わかったよ。ちょっとこれ隠れてるものバッジをつけたとしてもマジで満身できないから、隠れてるものバッジ必須。でもそうなってくるとね、今度ビーズ足りなくなってくると思うの、後半。だから使わないステージは使わないっていう風にしないとダメだと思う。ちなみにこれ何ヨッシー？ぐるぐるヨッシー。いなかったか？そんなの今まで。そんなのいなかったか？なんかいたような気もするぞ、ぐるぐるヨッシーぐらいは。はい、じゃあ次のステージ行きましょう。3-7、黙々雲に虹をかけて。もちろん使うけど、もちろん使うよ。でも使わないとやりようないでしょこれ。使わなきゃ何もできないもん。もうビーズをだから5000以上1ステージで集まるかって話だよね。これ今6万ぐらいからスタートしたから覚えとこう。黙々雲、あ、なるほど、中入れるんだこれ。ほら徐々に沈んでくんだ。こういうところ大丈夫か。もうマジでこれ一個一個ちゃんとやんねえとさ。ここも、はい、こう来て沈んでくか。うわ出た、アホ踊り。待て、あ、なるほどね、乗れば。これ食べれる、ちなみに食べればしないのかな。あ、毛糸、待てよ、こうこの辺で、あ、食べれるわ。よし、食べるときは食べよう。で、ここ、はい、通って、危ないよ、落ち着け。なんだビーズが、今なんかさ、隠れ、今ピコンって出たの、なんの音、今隠れハテナグモのピコンなんなかった、違うのかな。今隠れハテナグモのピコンって音鳴った気がするんだけど、幻聴、いや幻聴の可能性もあるよ普通に。 MK さん普通に幻聴とか、あの何、難しいゲームで起こるんで、これ幻聴って可能性もあるけど、今ピコンって鳴ったよね、なんか、え、大丈夫、いやもう、まあ、た、ああ、え、いやでもこん違う音か、なんか鳴った気はしたんだけどね。もうわかんないよ。もうわかんないよ、そんなの。行くよ、もう。で、あ、ほ、え、あ、食べたか。待って、上なんかあるな、だとしたら。え、ヘイホな、あ、落としてくるってことか。なるほど、あ、積んだ、これ、普通に。あほ、あー、いける。ヘイホ落としてくるから、これ気をつける。で、あ、下なんかあるね。下なんかある。大丈夫、それ。あ、やっべ、これ、足場ないやつ。危ねえ。待て、そこのビーズも一応取っときたい。いや、意味はな、意味ないことやめよっか。
今の白くなかった時点でミーバー3個じゃないのね。だから意味ないのよ、言っても意味ないことやめよ。それで体力減ってなんか結局クリアできませんでしたみたいになるのが目に見えてるんで。なんだ、うわ危ない、ちょ積みじゃないよね、時間出るね、アップね。うわこんな簡単に積ませるのよな。で待てよ、上なんかオッケー、なんかある、ここで中入っていく、土管の中、おーなるほど、こうして意味ないんだ他のビーズは正直。ただこういう安全な時はやってもいいかも。うわ上欲しいな、上のやつ欲しいな、行くちょっとこのデカビーズ、あ待って、全部取ったら花っていう可能性ないか、まあ花あったもんな、同じ場所に2箇所花はないでしょう。でだって一応ここスタートボタン取り逃してないな。これさ、次毛糸ゲットできたらあのさっきピコンって聞こえたのは幻聴ってことでいいと思う。うん、あの取り逃してないからか。うわー危ねえ、ハートだったかだ、下、あ待って、足場ある、あぶねえ、足場ねえやつかと思った今。いやそこまで鬼じゃねえだろみたいな読みで言っちゃったわ。いやこのゲーム鬼だからやめよう、本当にちょ、もう難しすぎてカミカミだから許してそこは。こいつじゃちょっと待って、あこいつ食べてここで吐いて、何、あ毛糸、オッケー、毛糸が3でいったからさっきのは幻聴だ。うん、さっきのは幻聴ってことで大丈夫。で、危ない。消えないよな。あ、上足バール。これ食べて、吐き、うわーお、そうなるか。待て。ここで足場ナイス。待って、びっくりが一番怖いんだよ。びっくりはね、待て、落ち着け。びっくりは、あの、制限時間ビーズだと思うんで、気をつけます。はい。やべ。マジそういうこと、あ、終わった、終わったかもな。終わったわ、このゲ、終わった、やり直しだ、終わった。今のね、全部取って花なんだよ。終わった。やり直します。はい、戻ってきました。行きますよ。これさ、マジで、これ、ジャンプで、そう、やばい、終わったよね。終わった、いける、ギリいける、マジで頼む、マジで、ギリギリ、危ねえ、マジで危ねえ、今の、よかった、むずいって、普通に。やめてよ、そういうの。これ何？ハートね。うわ、オッケー、とりあえず現状復帰。さっきのむず、これ何？待て。うわ、雲入れってことか。オッケー、ないっすね。で、こう来て、何？うわー、必須じゃない。あ、必須だった。危ねえ。待って、大丈夫か？本当に。10で、33。いや、もう、これが正解なのかとかわかんないけど、行くよ。なんだ？え、なんかあったっけ？潜る系じゃな、巨大か？はい、ここ、ポンポン。お、初めてのやつだ！なんだこれ？飛行機よし、お空をふわふわ B で不思議な弾が撃てるよ。なんだ？待て。とりあえずやるよ。ああ、なるほどね。シューティングゲームだ。これ全部倒さないといけない？そんなことない？これ全部倒さないとさ、どっかでさ、ミーバー3個みたいな、ない、うわ、ある！ちょっと待って！みんなわかった？今、やば、今みんなわかっ、ちょっと待って。みんなわかった？あのね、敵倒した後出るビーズにミーバー3個があるわ。なんでそういうことするの？なんでそういうことするのっていう疑問は後で文書で送るとして、とりあえずやるしかないから、全部の敵倒してミーバー3個は確実に取らないといけないね。わかりました。待て、全部の敵必須。ないミーバー3個はない。ないこれビーズ落ちる仕様じゃなくてよかった。ビーズやーべ、これじゃない。やばい、終わった。ミーバー3個はない。これ取っていいやつ。時間制限あるじゃん。お、また、ダメ。うわー、さっきのさ、何匹かと、さっきの取り逃してるんじゃない？大丈夫。うわー、ミーバー3個あった。ちょっと待って、さっき全部の敵倒してないんだよ、MK さん。やり直すべきかな。やばいって。やばいって、そんなのやばいじゃん。もう、とりあえずゴールするけど、取り逃してるかも。全部見れなかった。兵法、途中の兵法をミスってる。何？もう本当にやだ。なんだ、今度何？体力ね。なんで3つもあるんだよ、そして。ミーバー3個。取り逃してるとしたら絶対ミーバー3個だ。うわ、下なんかあるわ。危ねえ。なんだよ。ちょ待って、普通に。
一回落ち着こう。ちょっと待って、一回状況整理するわ。あの兵法が、兵法を途中でミスったのね、飛行機。でもやり直せるタイプじゃないから、やられればよかったのかな。まあまあまあいいや。とりあえずここをして2番3個、あと3枚どっかにあればいいんだけど、あるかっつ話を。ジャンプして、何落ち着け。あと花が2つと毛糸が1つどっかにあります。ここジャンプして、危ないよ。こうして、こういうの大丈夫。うわー、あれやー、ちょっと待って、マジか。あったわ普通に。うわー、普通にあるんじゃん。これ花、危ねえ。よかったよかったよかった。花とりあえず取り逃してはいない。いや今の場所相当やばいけどな。なんだ、まあありそうだったわな。こうして、あー上あるんだ、土管が。オッケーオッケー。うわ、もうちょっと卵持ってくればよかったかな。制限時間はないですか。制限時間ないならいいです。よしよしよし、制限時間ないわ。これでぐるっと一周して、上上上上上、制限時間ないもんね。全部取ったら花ですか、違いますか。ミーバー3個が1枚もないのが気になりますけども、全部、あーオッケーオッケーオッケー。でさらにミーバー3個はない、ないな。花コンプリート、毛糸1つとミーバース3個2個。大丈夫か。ミーバース3個はね、取り逃した可能性があるんだ。さっきさっきやってるかもしれない。待て、やってるとしたら1枚やってるのね。ここか毛糸。おい、どう、はいはい、なになになに、あ、ミーバース3個1枚。ちょっと待て待て待て、落ち着こう。ノー、当たり前だけどノーダメージじゃない。 あるわあるわ、下にあった。よかった。ちょっと待て、落ち着こう落ち着こう。今体力満タンだから、これや、体力やらかすとマジ、あの泣いちゃう。落ち着いて、やめて、本当にやめて、本当にやめて。もうもうもういい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 、もうゴールでいい。もうオッケー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 、揃ってるな、体力満タン。あー、もう本当に本当に寿命が縮まるゲーム寿命が縮まります。こんなことをしていては、こんな生活をしていては、 MK さんの寿命が縮まりますがねえこんなゲームをしてはいけませんねえもう MK さんもいい大人なんだから、寿命縮まるって、これストレスで。 OK、 とりあえず3の7クリアすることができました。次ボス戦か。じゃあ次回ちょっと次のボス戦と、あとはスペシャルステージですね。なんとか頑張っていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。レインボーヨッシー。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。